じゃあ改めてこれからですね、入試教育と舞婚史とその時代を振り返るという、座談会を始めたいと思います。まず最初は会の趣旨説明をさせていただきたいというふうに思います。スライドの方を、ね、はい、今日のこの配信と座談会の配信は何について語るかといいます と、実は1985年の6月からですね、学習研究者、学研というふうに呼ばれていますが、出していた教育雑誌がありまして、ニュー教育とマイコンという、その、教育におけるパソコン活用、マイコン活用を扱った教育雑誌がありました。で、その雑誌。2017と違う。2007。2007、そうですね。全くその通りです。すいません。こう修正とリアルタイムに。はい、リアルタイム。はい、失礼しました。そうですね。はい、で2007年まで、ありがとうございます。その1985年6月号から2007年の12月号まで23年間、刊行されていたというそういう雑誌です。先ほど言ったように教育でのコンピューター利用や活用に役立つ情報を提供されていたそういう雑誌で、その当時の研究者や学校の先生方にとっては非常に有意なというか大変活用されて読まれた雑誌だったと思います。で途中から1995年4月あたりからニュー教育とコンピューターに改称しますが、合わせて23年間ずっと続いていて、そして兄弟雑誌のようなものも付録からスタートしたものもありましたが、フロッピーディスクをおまけにつけるっていう時代で、それが独立して FD 教材、データ&ソフトとかデータとかっていうもの、あるいは CD ROM っていう形で、刊行したものもありますし、またちょっと総合的な学習 の時間が流行った時期にパソティアっていう形の、ちょっと読みやすいものが出たりとか、いろんな展開もあったそういう雑誌になります。で、先ほどご指摘いただいたように休刊が2007年でありました。で、2007年というのは今から10年ということになるんですが、10年経過して役割を終えたということで休刊はしたんですが、しかしこの2018年の時点においても、教育の情報化とか学校での ICT 活用というのはまだまだこれから本番と、新しい学習指導要領が出たということもあって、これからまさに取り組むみたいなところがあるので、こういう入試が取り組んできたといいますか、関わってきた、そういった皆さんをつなげて媒介していろんな情報を交換したりとか、あるいは議論する場という存在が、今改めて必要になっているんじゃないかというような思いも込み上げてくるというか、そんな気がしてきています。そこで、そういう場を作るにしても、かつてその媒介役となっていた、またそういう議論や情報交換の場として、活躍していた入試を、振り返り、またその当時を振り返ることで、そういった歴史の上で今日がありますので、その至る経緯を確認して、今後にとって、そういう場を作るにしても何にしても、どういうことが言えるのかということを示唆を得たいというのが、この座談会の企画につながってきたということになります。で、手っ取り早く今日が第1回初めての座談会なので、企画の趣旨として、座談会どういうふうにしていきたいかということですが、まずはこの座談会とかこの連続企画は、その当時発刊されたニューという雑誌、それを振り返る、それを入り口にその時代を関係者の方々に語っていただくということが一つ、それからその専門雑誌を手がかりとして教育と情報の歴史をも改めて振り返り、その自分たちの蓄積にしていきたいということ、そして、その蓄積を、今日もたらした過去についてその理解を深めるということもしていきたいですし、その理解のもとで私たちがもたらす未来について、語っていきたいというふうに思っています。で、先ほども言いましたように今日非常に豪華なゲストをお越しいただいたんですが、今後は関わった関係者の方々がたくさんいらっしゃいますので、さまざまな参加者の方に来ていただいて、またこういったニューについて、を軸にしていろんなことを語っていただくという、そういう連続企画にしていきたいというのがこの企画の趣旨です。はい、で、ちょっと今日おいでいただきました4人の先生方や当時の、編集長、そして副編集長の方々をご紹介したいと思います。まずは、すみません、じゃあスライドの順番で、ご紹介をさせていただきます。まずは
貞本トムさん、はい、よろしくお願いします。ニューが創刊されたその当時の編集長であられておられます。編集長は1992年10月号までお勤めになって、その後は同誌の編集人としてもずっと関わり続けまして、1995年3月号でその任務が解かれるのか、まあ、またお話をいただきますが、その後連載の記事で関われたりとかいうことで、長くその入試に関わっていらっしゃって、立ち上げ人の一人でありがとうございます。よろしくお願いします。次に、清水長政さん。これ、のりまさん。すいません、ごめんなさい。のりまささん、はい。よろしくお願いします。ね、はい、入試の副編集長を務められていたんですけども、実は雑誌の表記上は1986年2月から副編集長っていうお名前を拝見したんですが、実際のところは そういう理解でいいんですか。まあそういう、まあ一応創刊の時にもいらっしゃったっていうことですよね。一応創刊の時からおります、はい、なので重要なメンバー、重要な、はい、創刊メンバーということで、はい、その後副編集長になられますので、今日その創刊編集長と、副編集長においていただいたということになります。その後いろいろと編集長もなられて、編集人もされてたということで、本当に創刊後の長く入試を見続けていらっしゃったので、今日いろいろお話よろしくお願いします。それから今度は創刊当時は企画指導の協力者として参加、当時は高等学校で数学の先生という形で、はい、今は大学で教えられていますが、それから俊一先生、ごめんなさい、俊一先生ですね。ハンドルネームが年なのでいつも間違えちゃう。ごめんなさい。岡田俊一先生です。先生はその企画指導協力者っていうのは、突然に呼ばれて、はい、自由に喋る。ああ、その喋りました、はいはい。雑誌の企画をいろいろとお手伝いするっていう立場ですね、はい。よろしくお願いします。それから、4人目は原勝則先生、勝彦先生でございます。勝彦先生です。よろしくお願いします。先生、当時小学校の先生としていろいろ執筆をされた感じですよね。そうですね。はい。はい。今は大学で情報教育を、お世話されているということです。よろしくお願いします。はい。はい、では、さっきからずっと喋っている私は、林光達と申します。入試の読者でありまして、創刊当時は中学生だったということです。今は大学で、保育士や教員養成やっていて、この教育と情報の歴史を取り組んでいるので、ここで喋らせていただいています。改めてよろしくお願いします。それでは、本題の方へ入っていきたいと思います。まずはニュー教育とマイコンの創刊の経緯というところをちょっといろいろとしたいと思うんですけれども、佐田本さん、はい、はい、これにちょっと皆さんにお配りしたメモがありますけど、はい、これメモをまた公開してもいいバージョンとか、またそうですね、やばいけどね、そうですね、またはい、はい、また資料を作って皆さんに見てる皆さんには、うん、はい、ご了承ですが、ニューの創刊するときの時代的なですね、農政っていうのがあって作れとかって、そういうふうな雰囲気じゃないんですよね、うん、まだまだ、はい、ですからもう手探りの状況にありまして、まあ企業で発刊するメディアでございますので、ね、ある程度のペースの目処がないとですね、経営者がイエスって言ってくれないんですよ。だから、ああそれならやってみなさいっていうようなことがない。まず説得をどういうふうに作るかっていうのがね、編集者の仕事なんですね、最初のとかかり。ちょっと巻き戻させていただいて、はい、創刊当時1984年かそれぐらいの時期になると思うんですけど、はいはい、佐田本さんのお立場的にはどんな感じのお仕事をされてましたか。そうですね、それまでここにもちょっと書きましたけどね、教育関係の仕事をですね、はい、雑誌関係じゃなくて単行本とかね、そういうことで仕事しております。じゃあもう学研でそのそうですね、教育関係ので、はい、学研に入社するきっかけがね、はい、要するに、学研っていうのはね、は
新しいことをすることが非常に好きなね、はい、女だったんですよ。なるほど。で、第3期商品と言いましてね、メディアはですね、はい、ペーパーメディアだけじゃなくて、うん、スライドだとか、はい、映画もそうですね、はい、そういう学研の映画って結構教育映画で有名なんですけども、そういうふうな分野も手掛けると。フィルム映画ですよね。はい、ですから教育メディアも、こういうプリントメディアだけじゃなくて、そういうメディアね、映像メディアだとか、そういうことに対して、起業家することを目指していた背景があるんですね。そういうことで、学校の教育基金、はい、まあ、当時私が入手したところはですね、大内君もOHP もまだなかった、はい、ですから、ティーチングマシーンですね、ティーチングマシーン、はい、開発しようということで、はい、佐藤コンピューターを使ってね、何をやるんだろうというふうなレベルでした。だから当時は汎用コンピューターしかありませんからね、はい、汎用コンピューターでそういうプログラム開発するということで来てくれるということでございまして、私は現場でね、教師やったんですよ。学研に入社される前は、実は先生をされていた。ちなみにどの段階で？数学の教師。中学校、高校？初めて。あ、初めて。中学校、高校どちらですか？そうです、中学校。中学校。はい、高校も経験ある。高校ある。はい。で、やっていました。はい。で、そういうプログラム。その背景に当時はですね、教育工学の前身で、要するにプログラム学習っていうのが、すごく日本の教育の学校の中でですね、話題になりました。はい、学研でもプログラム学習のための冊子を随分出して発行してるんですね。プログラム学習のこのスキナーって言われてる新行動主義のね、はい、理論の背景に基づいた理論なんですね。で、それによってプログラムを作って出してくるっていう、そこの研究室に来てくれって言われて、それが入っていったんですが。その学研の中のプログラム学習を研究する部署っていう、それの中でそれをもとにしてね、はい、ティーチングマシンを開始しようとこういう話でやって、よくよく見たら何のことはないんですあ、そのさ、あの作ってるものに関して専用のマシンも作ったんです。あ、うん、その仕掛けがですね、スライドなんですよ。あ、映像提示スライドでもって提示して、それでもってこうでコントロールして、反応ボタンを押して、はい、記憶を取っていくようなことを研究する部署でしてね、3年やりましたかね、なかなかうまくいかなくて、そのうちアナライザーっていうのが出てきたんですよ。ね、そうです、集計反応装置ね。で、それを装置で、アナライザーを学校どこに導入するっていうのも全国的にするものがあって、清水製作所とかね、全国もそうですけども、各メーカーが作られて、我々の会社もそういうアナライザーを作って全部学校に行きましたよ。プログラムマシン、ティーチングマシンという、はい、もう流れもあったし、ね、はい、また次の集団でもってね、うわ、ちょっと次の流れとして、これ授業というのをですね、だった時に、ただ先生が質問してね、一斉指導の中で質問して、一人か二人の子供の反応を見て次にステップ行くっていうのが通常の授業じゃないですか。それは良くないと。落ちこぼれがいっぱいいるじゃないかと。そういう子供たちの声をいかに活かすかっていうためには、子供の学習状況を使わないといけないっていう関係があるんですね。みんながボタンを持つ。そうですね。で、母子センターでね、個別のね、部屋にね、全部つけましてね、ボタンを押すわけです。先生がもう授業します。はい、で、講義します。はい、そうすると、時々先生、質問なされますよね。で、質問したときに、大体ね、三種選択とか五種選択の質問を今の言う大学入試センターの質問項目を出すわけです。それに対して、どれが正しいか反応させる。五種までできたんですね。五種。5番目はそのことなんです。あ、そうだ。これが決めなんですよ。これ決める。その他が大事なんです。なるほど。そうすると、その他にいる子たちが。そういう方に対してどういうことなんだっていうことなんですね。というようなことなんですね。
で、それじゃあその後の4つをこう選んだのを見て先生が見てるかという手元に分かるわけですね、うん、お金がどう配慮したかって。で、その変なことを言ったように人の手を挙げて発言させて、それ、はい、で事業を進めていくっていう。それを学研でもそういうシステムを作られて、そうです、ね、システムを発売して、発売してそれの事業設計とシステム設計ですね。そういうのをされてやってたんです。開発もされてたということですね。はい、ハード的な方はその専門の、あ、そうだ、そうだ、電気科の人たちがやるんですか。教育、まあ、事業の中でどう使うかというところのデザイン、設計みたいな。アナライズがね、実はダメなんですね、教育基金で言われてるので、教育の基金になっちゃったんですよね。アナライズっていうのは、もうすごい一時期、先生の学校になりませんでしたか。ここには、実用化教室にね、専用でつけてましたね。視聴者の予算で先行して入ってたんじゃない、英語で。今の教育機器の、まあ、車両はともかく、なんかあまり流れとしては良くない感じになってたんですか、うん、それがね、はい、結局ね、先生をいじめることにつながったんですよ。どういうことかと言いますか、ね、自分が授業して、子どもたちに反応を通すと、はい、大体1時間のうちにね、大きい質問だけで、4つから5つ合計質問を出して、授業の展開を合わせてね、はい。そうすると、それが授業記録を取りますとね、自分が教えてあるのにね、独学分かってないっていうのが全部分かっちゃうわけですよ。ああ、なるほど、うん。全然子供たちは分かってないと。自分に返ってくるってことですね。と自分もそれを放置して、次のステップ、次の時間に、次の時間にこう進んでいくとですね、一体、あの先生は何をどういう授業やってるんだっていう話になるんですね。で、自分の教師を責めるような道具になっていくんですよ。それはちょっと、今日の動きにもちょっとなんか示唆的ですね。だからそういう風になってくると先生が、ね、だんだんと、ね、使わなくなるんですよ。辛くなる。そうかそうか。で準備しなきゃいけなくなる。教材をこれでも分からないか。こうやったらどうだろうって。すごく工夫する。そこは非常にいいことなんですね。教材を分析して。いいことなんですけども、それを積み重ねるってことです。これはもうって言って、人がだん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 離れていって、埃をかぶってきたんです。あ、なるほど。まあそういうことでね、もうそれはあかんなって話、企業のことですからね、はい、あ、そうですね、それ流れになると、はい、もうそういうシステム設計とかなんて、いや、いらないね、もう電気工事屋さんとか、そっちで OHP みたいになると、OHP はいいって言われますよ、OHP はいい、それはちょっとこう変えて、太鼓判でね、変えたと消えてしまうんでしょ。まあそれちょっと非常に準備してたのを非常に手が過ぎるときに、せっかくそれを作ったのもね、はい、2回3回で使えるわけですよね、はい、トラペンがトランスペアにしてありました、ね、トラペン、はい、まあそういうこともありましたね。まあ言ってみれば編集者としてはご苦労さんになっちゃったんでね、じゃあ他のことをやれで出版物になっちゃったんですね。あ、そうすると入社のそもそもの最初はそういうものを開発するということで入社をされたんだけども、はい、そういうことがある一定のことでやったねって話で、ご苦労さんみたいな感じで、ご苦労さんで次のことすいません、清水さんはその頃とかはなんか全然交流ない、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 その頃は評価自体が高く評価されてた。それは後ほどこう言うとあの話で、ああ、ね、つながるけどもまあ、私の部分はまあそういうことは前向きにちょっと長くしますとても興味深いです、はい、まあ、そんなことでね、時にここにちょっと書いてみましたけども、書いていただいたのは情報教育になるのですね、はい、以前に汎用のコンピューターについて、ね、情報教育は非常に重要なんだろうという、まあ、出版社のでもどこも同じだと思いますけれども、先進、新しいことっていうのを挑戦し続ける企業の場合、特にそうですよね。はい、ですから、そういう意味では、学研が注目されたのは、コンピューターによる百科事典で出したんですね。コンピューターで見る？コンピューターを、どう？コンピューターで、編集をしてたんですよ。編集。うん、もうデータベース、自分たちのデータベースのための、なるほど、
そういう時に大事なのが、漢字です。漢字コードを作ると、できないので、それを開発していったんですよ、ね。当時はまだそんなにその漢字を扱えるコンピューターまだなかった時代ですからね。でそれを言って、今日の皆さんが使っている JIS でありますね、漢字JIS。あれは学研がもともと基盤を作ったものを提供したものなんです。ちょっと早すぎた。本当に通算の方をね、はい、通算書を制定してくれというようなことを言われて、はい、そうですか。それで支援、学研としてそれを支援したんです。あ、学研が自分たちの百科事典のデータベースを作るための漢字コードを、その機関のベースに提供した。提供したんです。はい、その考え方をもとにして、まあ、よりブラッシュアップして、今日の漢字コードが必要作られていたという背景があるんですね。まあ、そういう意味ではね、この情報に関することはもう経営者がね、すごく発想が高かった、強かったんです。当時の。そういうことがあって、当時の社内で、今度は勉強しろって話になりましたね。それはコンピューターを。コンピューターに関しては。で、情報処理試験で国家試験がありましたね。あ、はい。それ社内の、ね、連中全員受けろって話になっちゃったんですよ。あ、情報処理技術者技術試験につながるものしかいないので。ハードル高いから、一応編集者でこんなに書くまでやってるのに、すごいギャップがあるわけですよ。ハードル高い。はい、だからその途中に、はい、じゃあ、社員用の情報処理試験を作ろうって話になっちゃって、あ、そういう人たちが、はい、社員用の情報処理試験を作ったんですよ。で、私も送って合格しましたけど、すぐ合格した。聞くない。もうそれはすぐおっしゃってますから。あまりにもレベルが高い。あ、動いてたんですね。一本までないかな。で、それでやってて、こう、世の中がね、今先生が岡井先生もおっしゃって、はい、ベーシックプログラムもね、はい、工業高校、商業高校なんかで勉強するような感じがあるわけですね、はい、ベーシックが、はい、プログラムマイコーと言ってたんですよね、マイコーマイコーそうですね、マイコー、はい、マイコー、マイコー、そのぐらいでね、電気科なんか、工業高校は電気科の先生たちみんなそういうのに興味してて、自分でベーシックプログラムを使ってたという時期が、でそれがだんだんと NEC がパソコン作り、シャープが NZ を出して、GAB とかね、80K だっけ ?80K か、はい、80K、はい、A とか B とかね、出し上げるでしょ。グリーンコンピューターとか、そうね、緑色の。NEC が PC の8001を出したね、はい、その頃なんですよ。その時に私はベーシックその工業校のそういう本をいろいろやってましたので、はい、で教育工学をずっと昔からこうそう、それこそ好きなのね、当然学習の頃からも、ね、まあ、今は教育工学って当時言わなかったんですよね。あ、まだちょっとネーミング的にはまだ学習とかね、それでそのぐらいのことだったんです、はい、で、ですからそのことをずっと私研究してたんですね。そうですね、はい、そういう先生方と親しくなってね、うん、でこうそういう工業商品先生がテキストを作ってくれない、工業高校の先生が教えてるんですか、学校に。で、それが講習会で、先ほど言ったか、会社内の講習会で、勉強をさせられて講習会を受けましたからね。はい。どうしても、先生が教えてくれるなら一緒に、じゃあ、私も勉強しながらやりますから、企画作りますよ。で、作った。それがもう本当きっかけ。そのコンピューターを私がこう接し始めたのでね。あ、でも開発されてたけど、いわばその教育とコンピューターというところの5本作ったり出版編集にかかるのはそれが、うん、っていうことですね。そういうことでやっていた頃に、そのコンピューターの編集部の部長が俺のところで来てやれた、はい、その本の、うん、教科書や続きをやってる、なるほど。で彼がもともと見た君さんがいらっしゃった部署になってことですね、うん、ですからその部分まずそれこまでの以前の話をちょっとやってみよう。マイクロライフの話そうか、その佐藤さんがお越しになる、はい、その、はい、学習コンピューターっていう、はい、そういう、はい、情報処理技術者向けの
専門誌があったわけですね。マイコン、あ、ごめん、学習コンピューターはそもそもその上処理入社試験のための受験雑誌だったっていう、そうです、位置づけでいいんですか、はい、理解は。あ、そうですか。そういうものがあった中に、ちょうど佐藤さんがその、はい、教育関係の記事を作ろうということでいらっしゃって、私はその当時そこをやってる横で、はい、マニアックなマイコン誌をやってたんです。あと学習コンピューターっていう雑誌ではないけれども、もう一つマイコンライフですかね、はい、そちらの方で編集をされてたみたいな感じですね。私はちょうど、まあ、ちょっと話は戻りますけれども、はい、ポケットコンピューター PC1201 か、そういうこういうちっちゃな、ありましたね、ベーシックが使える、あれをあの百科事典の作ってる部署でいじくってました。急遽お前はちょっと上の方の、コンピューターエンジニア編集部に行けっていうことで、それで学習コンピューターの、編集部に一度入るんですけども、はいはい、そこでちょっとやってたらすぐそういうマニアックな雑誌もやろうじゃないかということで、マイコンライフと。それを創刊もされたお手伝いです、ね、されたわけですね。それそこで始めることになったんです。それでずっとそこもうマニアックな世界を、はい、当時はアスキー、アイオン、はい、これ全盛の時代ですね。その当時に、一般向けのもっとレベルの低いマニアックな雑誌をやって、ちょうど佐野さんも入ってこられる前からそれをやってて、そしたら教育関係の雑誌をやろうということで、まあ、いらっしゃるわけです。それで、そう始めてたんですが、そのマニアックな雑誌もだんだんと、限りが見えてきました。なるほど。ちょっとブームが下がりつつある。そうです。はい。そういうところに、こちらの佐田本さんの方の企画を立ち上げる、はい、ことが本決まりになり、はい、じゃあお前は今度はそっち側に手伝いに行けと、そこでお医者さんいう具合になるわけです。学校の、はい、学校でパソコンがですね、はい、相当導入されて、そういう有志の人たちが自分でプログラムを作って、はい、授業で使ってるということをね、はい、情報が入り始めたんですよ、はい、ああそういうものがあって、やっぱりこれは私がかつてティーチングマシンで機械でもってなんかそういう授業の勉強をできるようにできないかっていうのを若い時から思っていた、それをこれだったらできるんじゃないかっていうふうに思い始めたんですね。それで見るとこう先生たちといろいろ話してると、そうやって先生たちがこう見に来いとかって言われて、うん、その時にこの私のこのコンピュータ出版の部長の人と話して、お前はどっちの編集部に来てやらんかって、はい、教育のことをお前ずっとやってきたんだから、そういうことでやってみないかっていうのがあったんですよ。そう言われたけども、いきなり言われても私は困るんですけど、学習コンピューターがあるから、その雑誌の紙面を貸すから、なるほど、そこで記事作ってみようって言われたんですね。まあ、一つ作るんじゃなくて、まずは既存の雑誌の一コマ、そういうことでね。で、いきなりこう、あ、分厚いものもやったけどね、はい、そんな能力もなかったし、不安で、経営者の人たちがね、やっていいよって言って、こう、さえ言ってくれないか。まだ そこが最初の冒頭の話ですね。分けてもやろう。1年ぐらい前からそれを調べようってなるんですよ。でその調べる中で岡田先生もこの前に進めたりしたけど、なんで兵庫に来たんだっていうふうに言われたんですよ。でそれが、はい、ここにね、創刊のところに、はい、そのにここに研究会全国一覧、あ、研究会の全国一覧ちゃんと、はい、記事が出てる。1年前に調査したんですよ、うん、全国にそういうコンピューターとかそういうことをやってる研究会っていうのは一体どのくらいあるのかと、うん、で全部しっかり調査したってそんなにね細かくはできますけど、大体のことで、はい、
大まかなところで教育センターとか、その教育センターから基づけにこう調べると、どういう状況になっているんだと調べると、まあ、規模的にはそれぐらいでもまだ調べられそうなところですよね、はい、でそれはあの昔から視聴覚級研究会というのがありましたね。そうですね、視聴覚の流れで、はい、だから私がそういうかつての教育級やってるところで、視聴覚級教育の近代化展とかね、と、うん、いうことで、ずっと来た一つの流れがあるわけですよね、はい、そういう教育学級に対して、はい、でその中での組織があったものですから、うん、その組織の先生たちにアンケートとかさせていただいて、調べたんですよ。時に、かつてから、そういう教育危機とか何より熱心な地域っていうのがこう来たから、はい、南までね、調べて、大体はあるんですよ、ポイントが。で兵庫というところは、はい、もう精神的なんで、いつも日本をリードしてきた地域なんですよ、昔から。いろんなことに関して。いろんなことにつながる。それはよく言われたんですよ。うん、それは神戸っていうのは、常に西洋に目を向けていたと、はい。ということで、やっぱり貿易とかそういう世界の情報という体制はね、教育の分野でもそういう先生たちが非常に多かったんですね。それで、先ほどの話に、なぜそれを私がそんなにならなかったと思いましたかというと、アナライザーとかそういうことを研究したときに、洲本実業の先生のさっていた渡辺二郎さんという人がいたんですよ。渡辺洲本工業の洲本実業、兵庫県立の洲本実業渡辺二郎さんですね。はい、それを私も駆け出し、若い頃ね、久しく書きました、ね。この先生、すごい熱心で、すごい人だなと思ってたところがあったんですよ。で、調査したらこれ出てるんですよ。兵庫教育工学研究会の会長で。ああ、その先生のことをすごいなと思いつつ、よくよく見てみたら、会長だったっていうことで。求めてらっしゃって、で、先生といろいろ電話とかで話してたら、この組織でやってんだよ、うん。で、小中高、ね、その先生たちがこういると。うん、20、30人はいるんだよ。そんな小中高と、こうね、講師を超えて集まってる研究会ですか、うん、ちょっとそれで紹介してくださいよ、はい、で企画をすると合わせて、はい、ここを会いに行ったんです、はい、で上村先生が事務局長ですよね。上村先生ここでね、兵庫工業の教育工学、はい、で渡辺先生が校長室に兵庫工業のね、はい、校長さん、その時に洲本実業から兵庫工業の校長になっておられたと私はそれ電話したときは。なるほど、ちょっと移動された後で。はい、でその時に会いに工業、兵庫工業高校にお会いしていたら、工業高校、はい、事務局長の上村さんをうちに、ちょっと校長室に呼ばれて、私を紹介しています。そこでお会いが上村さんと、はい、先生が、はい。そんなことがこういうことに、ちょっと相談をやってもらいます。渡辺先生、あれボスですよね、兵庫県から大ボスでした、はい、それで上村先生がじゃあ分かりました、でそれで初めて知ったんですよ、原先生も原先生なるほど、ようやくご登場ありがとうございます。岡田先生、あのすみません、長らくお話聞いて、あのいよいよお会いになるっていう、なかなか知りません。いや、あの今のこれで見ていたんですけどね、はい、あの今もおっしゃったんですけども、あの兵庫県は、はい、あの数学部会も小中高全部一緒なんですよ。で、まあ、珍しい。であの県の教育工学研究会というのもあの小中高全部一緒なんです。割と垣根がない。そうですね、まあ、今おっしゃったんですけど、私兵庫県の教員38年間やって、あの他の県なんかにもあの講演とか、まあ、いろんな話をしていくんですけども、兵庫県というのは非常に風通しのいい県で、うん、あのこう邪魔をしない、あの止めはしないけれども邪魔もしないあのちゃんとしたことをやっておれば自由にやらせてくれる、出る杭はあの出っ放しという、そういう風土があったんで、あの割とそういう今おっしゃったことの都合も
ありますね。こう見たら数学部会の研究で中上さんがの名前もあってちょっとびっくりして。そうか、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 数学部会ですね。で、数学部会、僕は数学部会出身なんですよ。先生はその通りの数学の先生だから、数学部会。で、兵庫県の工業高校は、まあ、後に移動で兵庫工業に行って、百貨プロジェクトとかね、あの時期に行ったことがあるんですけど、それまで工業は全然、無縁だったんだけれども、うん、そういう小中高の枠の中でこう研究会があって顔を出して、で、あの頃はやっとベーシックが、はい、一般的な標準になって、この U の前にね、はい、こう理心が入り出した時にも学校がだいろんなものが入り出した、言語がまだ未文化の時代っていうのが、このパソコン全史が本当はあるんですよ。アセンブラーのね、モドキの、オイディティの P101 とか、からキャノン の SX107 とか、こう、アップとかダウンとかエクスチェンジとかいう、はい、記号のような時代があって、とても使い物にならない時代があって、で、ベーシックが出てきて、で、兵庫工業はあの頃僕を見学に行った時に、起きたって。起きた。で、紙テープで、媒体でベーシックを、ラメレに入れてベーシックを打つというのを兵庫工業やってた。起きたくて起き電気系ですね。起き電気系で作ったのが、ね、紙テープで。紙テープでまずベーシックを入れて、で、ベーシックをやるというのが、あ、割とは汎用コンピューター、まだその時代。その時代の汎用コンピューターはそういう人だった。これディスプレイだってな。で、やっと理心法の後半になって、MZ が出てきて、PC が出てきて、ちょうどその時期にドット各学校にコンピューターが入り出した時期に、いい時期にニューが出てきたという感じですね、我々のイメージは。だから現場は何していいかわからない、行政の方は機械は入れるけれどもフォローはしてくれない、行政もわからない、そういう中でこう暗中模索の中での教師間のネットワーク作りにニューが入り出した。今のお話聞くと、割とあんまりそのなんていうニューが出てくる流れと、そのパソコンがそう使いやすくなって、その私たちがよく知っているマイコンやパーソナルコンピューターみたいなものが出てくる ブーム的なものとは、あまりその狙って出したというよりは、まあ、なんかたまたまリンクしたみたいな雰囲気。時を経てちょうどいいタイミングにニューを我々は出会ったという感じです、ね。そういう市場が出始めたのを、まあ、サダムさんの方が掴んだ。そういう感じですかね。だから、まあ、統一言語としてベーシックが出てきて、その情報もにも増えてたという時期で、具体的なプログラミングはもう、PC 版か NIFTY のパソコン通信で得る。で、そういうことを執筆した本物がニューに書いてる。そういうイメージで我々の方には現場には置いてきた。岡田先生のそもそもの ニューと出会ったっていうところで、ニューに参加していくあたりは どんな様子だったんですか。多分それまでに兵庫県でずっとプログラム作り、文科省の指定でやってましたから、はい、先生その時中学、あ、すみません、数学の先生、数学 でその中で、はい、最初尼崎で、はい、尼崎でオリベティの後半に初めて本格的な、日本で初めて本格的なベーシックが動くのを出したのはオリベッティの P6040 オリベッティの機械がそこでベーシックのやつなんですけども、文部省の民家にあったベーシックを内蔵してるやつを出してきた。ミニフロッピーがついてプリンターがついて、文部省 その企画といいますか、ね、プリンターがあること、はい、それからモニターがあること、はい、それから記憶媒体があること、内部ランナー1メガであること、そういう条件を満たしたものが、そういう条件を満たしたものがオリベッティ P6040 だったという。で、ベーシックが載ってた。ってたで、その後出てきたのは、ベーシックが全て載ってきた時期ですね。うん、で、神戸、港北に行ったときに、スピーディーシステムって NEC のやつが入ったんです。スピーディーシステム。600万ぐらいの予算が入った。で、その時も、NEC の、佐藤さん。はい、高城さん、学校にはね、佐藤さんとね、森本さんが来ました。
入社したての。あの、それからの MEC の MEC、今、なんか部長がやってるから事務局長、あの、MEC ですか。いやいや、あそこ何の財団の財団の思い選ばれた人になってる。あ、そうですか、すみません。入社した時に来て、はい、で、スピーディーシステムが入って、あの、SP 処理をするものを売り込まれたんです、はい、で、その中で、オプションとして、あの、やはりあの、紙テープ、カセットやったかな、あの 24K のエリアの 12K にベーシックが入ったんです。で、初めてその中でベーシックも本格的に作って、マーカーの処理とかそういうのを僕が作ってたんですね。先生はとにかく学校で、学校っていうか、まあ、あの学校にのあの、はい、研究で、県単の予算でついたやつで、ベーシックでやってて、でそういうのが教育工学 の、 あの中で目に留まってというか、うん、そういうのをこう、情報が入っていて、上村さんから渡辺さん、渡辺二郎先生の後は内岡さんっていう、またこれも偉い、はい、校長がいるんですけども、教育工学の中心になる。またちょっと工業の研究会があれば。今言われるとマシンはみんな、はい、あのパーソナルなレベルじゃなくて、はい、学校単位でしかやらないように、そうですね、すっごいレベルの。ちょっと個人で買うものでは、そのレベルの話ではないですね、全然ね、今の機会は。で、個人で買えるものが初めて出たのが MZ80K キットで始めてたんですけども、うん、あの完成品として出てきたんですね。で、それこう、それで、あの僕は PTA の予算で中古を買ったんかな、あの学校で。で、個人でも買える自己予約するで、で、ラムとか IO とかマイコンとかいう雑誌が出て、あの当時はあのソースが、ベーシックソースが出て、それをあの打ち込んでゲームを作ったりとか、そういうマニアチックな雑誌が出だして、その後に一般的な学校の先生が使える、もっと敷居の低いものがニューだったんです、という雑誌が出たんですね。だからその延長線上で、まあ、僕が作ったものを、はい、とか他の方が作ったものをニューに載せて、あとはあのニフティの MCI と PC 版の STS という、STS、あのそこに、まあ、今でいうシェアウェアですね、ライブラリーに先生方が作ったものをこう登録して、まあ、著作権的には今の感覚でいうとちょっと問題がない。まあ、ちょっと当時はとにかくあの雑誌としてのニューがあり、かつ個々人が交流するためのパソコン通信が、今でいうインターネットの、はい、まあ、Facebook やら何やらでしょうけども、そういう正直言ってその2つしかなかったんです、はい、メディアとしてはその2つが、はい、行政の方もわからないから、売り込むメーカーの方もあの現場でどういう使われ方がするのかわからない、はい、だからもっぱらそういう研究会とか学校の先生方のこう具体的にやって定着していったものをこう拾い上げていくという、そういうあの、まあ、現場の方が実はもう目の前のものを仕事なしにどう使うかという、そういうものが現場の方が熱く燃えてた時代ですね。これをうまくこうライターを網羅して、だから本当に時を得た時にニューはうまく出てきたなというね。みんながそれを欲してたし、発表の場としてっていう。そうですね。でもう一つは、現場の先生のこうプログラムがこう全国の雑誌に載るんだというような、そういう、あのまあ達成感みたいなものがあったんじゃないですかね。はい、ちょっと名誉なこと、うん、隣の人がなんかこういう全国紙に載せてるぞというそういうところがあって、そういう方がパソコン通信でも出てきてという、あの現場とこう密着型の雰囲気が、ベーシックが定着したっていうのが大きくこう情報教育を前進させた一つの、要するにベーシックという言語を使えば、その目の前のマイコンを自分なりにこうプログラミングできるという可能性が出てきたから、はい、そうなん、特にまたその先生がおっしゃられたように学校単位でしか買えないものから、またこのパーソナルに、あの個人でようやく買えるようになってきたっていう流れを重ねて、最初に喜ばれたのは入試の順位付けですね。ああ、やったことで、昔はね、カードに受験生の名前と
得点と受験番号を書いて、はいはい、会議室にこう並べるんですよ、順番成績順に。昔ながらのやり方は、カードを。はい、で、それを順位付けのプログラム簡単ですから、はい、あのデータを打ち込んだら、何番の子は順位何位、何位、何位っていうのが、一覧表で出るだけで現場はびっくりした。手書きで書いたカードを手に入力したものが、それが喜ばれた。もう一つヒットしたのは、当時は給料は、はい、あの現金で支給するというのは法律で決まってましたから、あ、給料袋に。そうなんです。現物はあれは対価として現金を出さない。振り込みじゃなくて。振り込みがない。振り込みがある時は、了解を取らなかったんですよ。だから、どうしても 現金で欲しいという頑張ってる人が一人でもいたら、はい、もう事務は大変なんですよ。あ、うん、その人に払わないとあかん。今はもう全部振り込みない。逆に、はい。その時に事務室が銀行に行く時に禁止計算。何千何十何万何円をこの袋に入れるっていうのがありますでしょ。で、銀行であのお札とあの硬貨が何枚いるかっていうのが銀行に行くときに小野さんだから、はい、禁止計算であの1万円が何枚、はい、1000円が何枚っていうのをあの簡単なプログラムなんですけど、それを作ったんです。で、それも事務室で喜ばれた。で、そういうあの現場で必要なやつを現場の先生が作れるということで、あのものすごく喜ばれて、じゃあこれ他の学校に欲しい欲しいとか、ライブラリー化が進んで、それでパソコン通信が出てきて、そうですね、交換できるっていうことですね。はい、だからあの辺はもうあの著作権的なものは関係なく使ってもらえたら嬉しいみたいなね。で、あのダウンロードした数がどんどん伸びたって、それを見て喜んでた。パブリックドメイン。対価が何もそのなかったんですけど、はい、ベーシックが非常に身近なコンピューターを動かせる言語として定着し始めた。そうだね。あれがなかったらみんな使えなかったんですからね。他に何もなかったですね。ワン、ツー、スリー、ロータスがあったぐらいかな。ワープロはテラとかあの辺があって、まだ一太郎もない時代で、はい、だからもうどうなるのか一緒に現場で考えようという時代でね、そういう情報がともかく増えてた。割とあのその時学校にパソコンを持ち込むというのはもうあれですか、特になんかもう個人で買われたもの。僕はあの昔中学生の時に先生が自分で買ったパソコンをパソコンクラブのために持ってくるみたいな感じの、まあそういう、そうでしょ、うん、全くそれは同じです。みんなそういうね、マニアックですよ。マニアックですよ、ね、持ってきて、はい、そういう時代ですよね。自分だけですか、はい、学校買ってくれませんからね。まあ、逆に言えばそういうことですから。だって30万も40万ですから。当時はそうです、セット買うと、はいはい、本体だけで20何万もするとしますね。これね、買えるというプリントつけたりになる。ディスプレイと別だと、もう本当に3、40万かかるんですから。まあ、学校買うってことは、まあちょっとなかなか大変だし。なかったし、あとはね、当時は例えば石太郎、ニュートンというコピーソフトがあの、パソコン業界全体のグレーな時代ですね。というか、あの、思いつかなかった。だから、あの、法的に裁判に訴えるとか、そんななくて、もうそういうセキュリティをもっとやってコピーできないように業者の方もするとか、ね、プロテクトとか、プロテクトの戦いみたいな、ね、あの、よくあんなことやったなという時代がありましたね。まああのまあ、パソコンを、まあ、好きな方々がそういうマニアックな世界でいろいろやってたこともまたいろいろ関係しながらっていうことだったと思うんですけど。そうですよ。だから初めてのウイルスってのはあのメリークリスマスが全部やったっけ、あの12月25日か。だからあれ欲しい言うて、あのみんながウイルスみたいな、あのその、まあ、あのウイルスの元のやつね、あの それがあのコピーして欲しい欲しいとかいた時代だよ。それが今はもうめちゃくちゃ大まけになるんです。です。まだそういう国家的なあの時代が、まあ、1980年代にはあったんですね。原先生的にはその当時は何かその取り組まれたことっていうか、当時は何かどんな使い方をされていたんですか。岡田先生の教え子なんですね。あ
で、中学校、高校の、私が、はい、すごく印象的だったのは、はい、まあ、今、オリベッティの話をしたんですよ、はい、先生の部屋に行って、成績をもらうと、はい、そのオリベッティの機械があって、ね、なるほど、そこに、あの時サーマルプリンターでしたっけね。なんかオリベッティは白い紙のレシートみたいなやつ、そうです。で、シャープとか、あっちの方、あのソニーの方は銀紙で、シャッ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 。銀紙の時代です。銀紙で、印刷のが出てくる。だから今まではこんな成績のもらい方をしてなかったんだけども、はい、そういうところで初めてそういうのを見て。銀紙がレシートみたいな。私はその時にもう完全に洗脳されて、はい、で、ずっとこの世界に入っちゃった。なるほど、その時にきっかけのきっかけってことですね。だからやっぱ画期的なことをこうずっと追いかけられていた。お部屋っていうのは職員室の片隅みたいな。数学研究室。数学研究室があって、そこにオリベッティが置いてあるんですか。でしょうね。あのね、あの頃はね、オリベッティが僕の作ったプログラムを欲しかったんで、はいはい、企業の方も3ヶ月置いておきますとか。なるほど。ここでちょっと協力。だから ひどかったのは僕が作って出すでしょ。はい、だからしばらくして、あ、先生本ができましたって。で、僕の作ったプログラムをオリベッティというのに出版したりと持ってくるんですよ。で、僕の名前全然ないんで、僕お金も一切もらってないんですよ。だけどそれオリベッティだけでなくて、シャープも、はい、シャープであればバイオリズムとかカレンダーなんかもしれないけど、だバイオリズム のプログラムを晴海の見本市で皆さん喜んで使ってますとか、うん、からシャープの大和コーヒー山の事務室で先生の作った万年カレンダー受付で自由に出すようにしてます皆さん喜んでますとか勝手に使われて、で僕もそれ嬉しかったし、あ、まあ、お金もらってないし、逆に無償でずっとプログラム、本体をね置いておいてくれましたが、あの子はまだ高かったし、パソコンでPC7200 とかいうのは結構高かったですから、もうギブアンドテイクってことですね。そうですね。だから良かったというか嬉しかったですし、ただ著作権的にはどうかなと。今の請求書あんでもない。そういう牧歌的な、そういう牧歌的な時代だった。あ、ごめん。でもまあ要するに、ちょっとさっきの質問にも絡みますけど、要するにもうそういうものを企業がちょっと学校に持ち込むことも、特に、まあ、校長先生も OK みたいな。ね、校長はね、はい、やっぱり数学全然好きだったんですよ。で、これは企業から、はい、学校に預けます、使ってくださいって、これは重要な、なくなったらあかんから、はい、校長室に送っとか言って、その代わりみんな使っていいとか言って、で日曜日にも校長室の鍵を開けて入ったんですよ。だから校長がいるんですよ。二人で校長して、はい、もう亡くなりました。あ、そうでしたね。息ですね。鍵もかかります。鍵がかかりますよね。まあ、でもだから本当にルーズというより臨機応変というか、悪いことをする人がそういうことでいなかったし、性善説がないかというか、うん、今もう本当にキチキチしすぎて、とっても疲れて動きにくい時代なので、まあ、それは、ごめんなさい、なんか、ねほりなほり、でもあれかな、あまり教育委員会の話まではいかなかったっていうか、あれですか、それもあんまりそんなことを考えなかった、まあ、好きにやったらという、まあ、割とそのくらいは、本当にそういう自由だったんですね。当時は先生だったんで、アルミエド先生たちって、僕はなさったと思いますね。そういう学校、全国の学校ちょっと回ってましたけど、はい、何よりそういうふうに全部自分の水煮を切ってね、水煮、はい、パソコンに打ち込んで、はい、やる。仲間を増やそうですけど、そこを校長先生に言うとね、そんなものを変えないと、教育委員会に予算請求ができないと、お前いくら校内の予算があると思ってるか。年間わずか200万ぐらいしかないんだもん。でもってこれも買わなきゃいけないから、これも買わなきゃいけない。パソコンを買うようなお金は一切ないって言われましたよね。
それはまあ状況は今も変わってないのかもしれませんが、まあ、だからそれだけで、まあ、それが大きくはね、情報教育っていう、その人材教育っていう側面と、うん、先生のツールとなると、あの仕事とね、予算と、それをなかなかね、説明しきれないところがあるんです。情報教育って言ったらもう限られたものだから、ね、人材育成だからそれやらないといけないって言って昔のからにお金を置いてずっと教育みたいな、でもそれはもう限られた人たちでしょ、はい、学校教育から。ところが先生が使うとなると先生すべてに渡さないといけないし、じゃあそういうものを使ってどれほどの効果があるんだって話になるんですね、うん、そんなものを道具使ってやらないと本当にいけないものなのかって話になる、はい、そのためにこのお金を使うのかという話で、優先順位があるだろうという話になってくるんです。まあ、そういう意味ではね、本当にね、血の握りのようなご苦労がさると思いますよという話をしていました。それで、やっぱりそれは先生たちを勇気づけるのは割合のようなこういう雑誌なんですよね。そう、周りの声をその学校に届ける。創刊号じゃやっぱりこういうのが記事の話題になる。あがらさん、これ見て、今におっしゃった、まあ、そうそうですね、多分その持ち込みとかね、はい、そういうのが全部残っておきます。その話がどういうふうにして、まあ、コンピューターが使っていたかとかね、はい、で子供たちが使っていたかというのは、多分そういう、こう歴史が全部見えると思う。入試はそういうところもちゃんと掲載されてたってことですね。だってね、これ、はい、今だったらびっくりするけども、はい、プログラム載ってるんですよ、ね、あのプログラムソースコードが、はい、でこの通り打ち込んだら走るんですよね、はい、そうですね、でそれを見てこう勉強していくっていう、はい、そういう時代だったので、もう一個一個打ち込んで、はい、今で考えられないですね、今ダウンロードですからね、著作権あるしね、これね、そう考えてみるとそうですね、それ載せるわけでいいや、問題やね本人の守られてるんだけど、そ使ってもらおうって、そのガスにみんなオープンです。もう全然オープンだったんで、そういう使ってもらって嬉しいみたいなもの、ね、強かった、ね、なんかそういう時代だったんですね、この当時はね、うんうん、そういうふうに今先生おっしゃったらいいですね、うん、だからこれを載せる、このプログラムリストを求めるためにこの雑誌を買うと、はい、そうバノンなんかの延長ですね、うん、そうですね、IOとかね、私の一応ですね、だからコンピュータ出版運動の方で儲かったのはこのプログラム集です。あ、またその増加独立して独立して、ですからね、もうすごかったですよ、編集部員が何十人もいるわけですよね、コンピュータ出版部、はい、1人が大体2冊から担当するんです。2冊は、はい、とメーカー、当時はメーカーがですね、年に2回新機種を発表するんです。6月と12月、11月の末に新機種で、その新機種を使って動くゲームとかそういうのを即、だから事前にね、パソコンがコンピューター編集部にダーッと来るんですよ、新機種が。ああ、新機種がメーカーが出すんですね。貸し出す、貸してくれる、貸してくれる、開発してくれる。でコンピューター出版のそういうのを我々、私なんかも初心者ですけども、これから見てからも、ベテランがいっぱいいるわけですよ。好きでしょうがねえな。そういう人とか、もうそこの人たちで、フリーで遊んでる人たちいっぱいいるわけで、そういうことをやって、その人たちを編集部に来てもらって、パソコンに使わせて、開発して、編集法を作るんですよ、プログラム。で精神的に本何冊って、もう一つとメーカーがそれで5000部買います、買い取ります、メーカーとしても、あとはもう出版社に出す、書店に出す、そうするともう飛ぶ箱ですよね、その飛ぶように売れてたということですね、飛ぶように売れました。清水さん、そのプログラムもその開発と作られたということも、いや私はね、作るよりも人のチェックするじゃん。最初の機種とかちゃんと動くかどうかね。バグ通信。バグ通信。バグ取りですね。大変でしたよ、これは。この子、やっぱりこれ、だからこうやっても、やっぱりバグは存在しますよね。そうですね、バグ以上は。だから、詫び状がずっと続けてる。そうですね。
訂正とか。ちょっとつけてました。だからね、だからこの担当だから編集部副編集長が大体この専門プログラムのね、コンピューターの専門部分で全部彼が。そういう分担。私は素人だからね。そんな詳しいところわからないからね。彼全部任せました。まあそういうことで、ね、この雑誌をスタートしたときは、もうベーシックプログラム、いわゆる自作プログラム、ね。で、授業で、僕は小中学校の先生たちって、情報共有、学校と違って、人材育成をしているというのは、そういうのはありませんから、先生がパソコンを授業で利用するというような、道具ですね、授業の道具としていいんですから、じゃあパソコン誰使うかといったら、ドリルソフトと、ドリルソフト、シミュレーションソフトです。シミュレーション。その場合、当時はどんなシミュレーションをしてたの？これもうそれこそそれこそもう半分になってますね。非常に今の皆さんに紹介するということで。心臓の大きさ。でも、とか2時間数のとか、そうですね。以下のあれかな。これはすごい人気だったし、子供たちが目を輝かすわ。これはお前画像取り込み。画像取り込み。あ、心臓の、はい、画像が描かれてますね。はい。それでもって動くわけです。そうですね。実際にどういう風に画面の中でアニメーションするというアニメーションです。今やったら簡単にできますね。まあまあ、そうですね。でも当時のパソコン、マイコンのレベルという時には、新鮮だったというところですね。だからロールソフトの前ですと、もう塾で先にパソコンをやり始めましたからね。だから家庭でパソコン買って、はい、子供たちが使うとなると、ゲームかドルでないとか、両親はイエスって言いませんからね、パソコン買ってくれないから、そうドルでそれで勉強してくださいって言うなら買いましょう。で、子供たちはそれは適当にしていて、ゲームで遊ぶっていうやつでしょ。ドルのソフトが流行ってるけども、そのままやっぱり学校にはこう使えないんですよね、これがまた。はい、学校の前にはその特定の、はい、範囲の原理で、特定の時間に、それに対するドリル。消化所があってってことですもんね。それに対する原理ですから、非常に限定的に使うわけですから、それは単元の学習の時だったら、それはドリルソフトを使えたと思います。だから、その市販のドリルソフトってほとんど売れなかったのでしょうか。市販はまだパソコンは売れなかったんですね。まあまあ。だから、その原先生が、全部自分で作る。自分たちの単元に合うようなものを自作するしかなかった。それとして、スリーする。だから、市販のものは要するに先生たちのニーズに合わなかったっていう、そういう話ですね。市販のものが、打つっていいですか？考えられない。え？打つっていいの？ああ、もう、すみません、ざっくばらんにちょっとさせていただきますので、はい、全然大丈夫だと思います。だから、教育用の市販ソフトっていうのはまだ一般じゃない？そうですね。みんな自作なんの世界。まあある意味、もう先生も歩みなく、はい。それで、これからだんだんこういうか、リストやなんか提供して時代が長く続きます。したらだんだんとこの時代が変わっていくわけですよね。そういうこのベーシックで入れてていい、それもだんだんとでっかくなってくる。プログラム自体が、はい、長くなったり。そしたら入れるの大変だよね。ですよ、はい、そっちで。もう動くものが欲しいという、はい、それと、はい、映像の方もちゃんと出せるようなコンピューターがどんどん出てくる。それもまた嬉しくて動かせる。そうすると、やっぱりこういうリストだけじゃもうダメだ。物足りないし、それじゃとても私は使えませんと。そしたら何かで提供しなきゃいけないっていうことになってきますよね。そこで先ほど申し上げたその FT 教材データとかフロッピーディスクをフロッピーディスクでその中にもうちゃんと動くものがありますよ。そういう流れになってくる。そういう流れになってくる。この日本の方でも一時そういうフロッピーをこの中に入れて提供してる時代がありましたけども、じゃあそれを独立させようという流れで FD 教材になった。またその今度はフロッピーがもう今の時代に合わない CD ロムだということで
今度は教材心理論という流れになってくるんです。一応そこであの本の出るあれが一応説明できましたか、ね、はい、大丈夫だと思います。あの、はい、ありがとうございます。だいぶあの創刊のことからその事前のことがあっていろいろ語っていただいたので、あとは少しもうあの雰囲気もざっくばらに、あともう各月刊時代月刊時代あのその流れの中で記憶に残る記事が、あ、これだけ話してみましょう。あ、どうぞどうぞ。氏名のどうしてこういう名前をつけたかをね、名前ね、はい、うん、名前の上に、はい、由来、これは由来をちょっとお話してお願いします。このニューっていう、まあ新しいんですよね、はい、データこれはただ普通の人はニューだ、あ、新しいのかと、実はここに書いてあるんですね、はい、ニューエデュケーショナルウェーブス、ニュー新しい教育の名前で、この頭文字がニューなんですよ。なるほど。だからそのちょうどね、ここにこの雑誌には創刊にはついてませんけども、2年目あたりのか、まあ、もうここにニューとこう、ちゃんとあの NEW のところそれぞれ正面の頭の文字なんですよね。それがまず分かってもらいたい。それはその新しい教育の波です。従来のような視聴覚教育はですね、特に視聴覚教育、特に教育機器ですか、機材ですね、どん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 新しいものからどんどん古いものから新しいものに変わっていってきたわけですよ。すぐ廃れていったわけです、どんどん。でその中で先ほど話しましたアナライザーも結局ダメになっていった、はい、でパソコンもそうじゃないか、こんな高いものっていう声が随分ありましたよ、はい、いや違うなと私は思いましたね。これこそこれは教育を変えるんだということで、まあそういう意味でね、新しい教育の名前がこれで来るんだという意味があってこの名前を付けさせてもらった。もうすでにあの、曽山さんがあの学習コンピューターでコーナーを持たせていただくって時のコーナーの名前が、そうです、もう新しい教育並み、そうです、そういうふうなことでやろう、で、うちの今日はどうですか、ちょっとこれあまりにも言うて普通ありきたりだからダメだねなんて私言いな自分に言いながら出しながら言ってた、そしたら部長はあ、いいんじゃねえかって言って、そうですか、今度これがいい出しちゃったんですよ。あ、もう変えることができなくなっちゃった。あ、ね、それが一つでしょ、はい、でもう一つ、これがなんですよ、今思えばマイコンでしょ、はい、あの結局日本語 の、 あの教育とマイコンっていう言葉がある、うん、マイコンがいいか、はい、コンピューターがいいか、はい、パソコンがいいかっていう話、実は創刊時にはもう悩まれてたんですか。 あったんです。いや、あの当時ね、はい、マイコンとパソコン、はい、これが混在してた時期なんです、うん、特に逆にパソコンよりもマイコンの方がちょっと強かったかなっていう、その時時代あの的にパソコン、今でいうパソコンをの呼び方です、ね、の呼び方が、はい、先生、そうでしょ、パソコンとマイコンどうでした、マイコンの方が先です、最初はマイコンでしたね、年代は、うん、だからね、どうしてもってマイコンね聞かれちゃったんで、私も死んだものだしね。で、見直しをすればいっぱいいる中でね、マイコン、パソコン、なんかマイコンって言わないと。まあ、私のコンピューターですよね。ね、マイコン、マイコン、マイコンピューター。そういうことなんでしょうね。だからね、どうかなということで、結局、はい、マイコンやっちゃったんですね。ああ、そうって。判断としては今はマイコンを信じるって言うんだけど、マイコンは誰が作ったの最初、そうですね、あのそもそもマイクロコンピューターマイクロコンピューターマイクロコンピューターと私のコンピューターですよ。いや、それを兼ね備えて、うん、はい、両方言うようなマイコンピューターっていうのもあったんでしょうね、うん、それでちょうど和製英語はバッチリなんです。いや、キットの頃で、ね、そういう風に、そうで、キットの、そういう時代がありましたから、ワンボードマイコンピューターが、はい、ワンボードマイクロコンピューターっていうことで、それで当時はあの子供たちはあのまだ買ってもらえない子供たちはナイコンナイコンとかそういう言い換えもあった時代でしたから、で それからね、2年ぐらいした、1年か2年ぐらいしたからね、教育とパソコンっていうのをね、どこからしたの、オブジェ
別の、うん、これはニューメディアと教育だったので、オーブン社が出したのは。それはオーブン社それですか。それでどこだか。一応同じあのだから、ね、教育出しとして、うん、はい、しばらくしてたらね、はい、社内でもね、はい、他の部署からもね、はい、なんでマイクなのかパソコンだろうなっていう。数ヶ月後にはそんな感じだったんですか。何かあったと、私がまあそういう命名者でずっといるから変えられないんでしょ、みんな周りのものが。ああ、で私がこの部署でいい年になったからね、はい、もう新世代に譲ることになるわけですけども、十何年間で、はい、はい、大丈夫して時に、じゃあ名前を変えてしょうがないからパソコンにしたんですよ。あのコンピューターにしたんですよ。清水がコンピューターにしたんですよ。変えましょう。あ、そういう時期があったの。コンピューターになったの。そうですね。いつかそれが入学するとコンピューターです。入学するとコンピューター。これやめるまでは、はい、あったんです、それは。ここにはない。ないよ。そうです。あのこれここにお持ちしたのはマイコンみたいなやつで、90年代、89年には、うん、まあ、はい。それは私がその部署を移動してから清水編集長になっていて、コンピューターに変えようと。マイコンでもないだろうって話にあったんですね。もう14年経ってからだよね。本当は、本当はもうあれだよね。ニュース教育とパソコンでよかったんだよね。そのことで朝から前だ。パソコンがその当時はね、これが出る当時は、やっぱりちょっと弱かったんですよ、うん、あまり表面はまだ、はい、まだその時命名時はっていうことですよね。そういうことですね。それから先ほどの話は数年後にだんだんっていうことですね。そう、なるほど。名称がだんだん、はい、パソコンの方が強くなって、パソコンの方が強くなって、うん、この表紙のトーンがこう3パターンぐらい変わってきましたね。あの最初はこういう写真でデザインがなんかこう、うん、漫画的なやつになったり、そういう こういうのをなんか統一して空気を表紙を変えようみたいな。そうです、そうです、大体ね、どういう1年か2年ぐらい、1年おきに変えてます。1年はそういうなんか特別なディスカッションがあったんですか。でももうこれはね、こういう雑誌をやるとそのイメージ、表紙のイメージを変えていくっていうんだよね。変えていくっていうのは、で、業界みんなそうなんですね。変えていくと。だから上の方は、この上の三紙、これもう一つね、あ、これだ、あの、僕の持ってない抜けがあるので、はい、全部じゃないです。はい、今、一生懸命集めてます。じゃあ、送らなきゃいけません。ありがとうございます。で、予算の問題もありましてね。価格があるでしょ。価格が高いんだよ。すみません。話ありましたけどね。そんな、はい。これも派手な雑誌ね。そうか。学校現場のね、はい、子供向けは別ですよ。はい。大人向けで、ね、今までやったことないですよ。見たことないですよ。なるほど。うん、そっか。儲けなんですよ。ある意味。こういう人形なんかは、ね、コストもかかってる。そうです。これ全国お金かかってる。この表紙もだいぶ表紙に何十万もかけてね、作るような教育雑誌の表紙なんてありますよ。でもあの当時のパソコン雑誌も結構なんかそういうのに、こういう流れがあったんじゃないですか。そうね、パソコン雑誌の場合はね、読者も多いですけど、一般ですからね。はい、ユーザーが一般ですから、はい、ユーザーの桁が違いますからですね。それでも同じようにこう頑張ってこう、だからこれはね、私がね、一回ね、はい、雑誌を潰してるんですよ。んここで話してるんですけど、話しますけど。教育雑誌作って潰して別のですね。ああ、びっくりした。ニューじゃなくて。その時の反省なんですよ。で、こういうね、はい、それこそ今、リンさんがね、これから何か考えるということがあるので、ね、はい、ビジネスレベルの発想があると、はい、雑誌経営が成り立たないとダメなわけですよ。そうですね、売れないと維持できませんので、はい、それ売れるっていうのは雑誌自体のこの定価でもって買ってくれる人もいるって、はい、そういう意味ももちろんあります。でもそうじゃなくて、援助する人くれる人がいれば成り立つんですよ。
援助してくれる人、はい、なるほど、はい、これが最近の、はい、ウェブですね。ウェブ、ホームページ見ると、はい、もう広告がいっぱい。ああ、そうか、そうですね。それが成り立つのは広告の、はい、もちろんです。中にいくらお金を使っても、それに合わせてね、はい、アクセスが増えると、それに合わせてお金出しましょうってスポンサーがいっぱいいる。これもですね。なんか僕があれやな、最初集まった座談会で、本当に取っておきたくなるような精選されたものにして、広告はできるだけ少なくした。誰と喋った記憶から。ああ、そうそう。聞きましたよ。申し訳ないな。これが1995年の3月で、これが教育とマイコンって名前の最後で、この次の4月号から教育とコンピューターなので、うん、先ほどの話で言うと、1995年に私がこの部署に離れられたということに、ということですね。はい、これやってる表紙のデザイナーはどういう方なんですか？でもプロですね。うん、はい、ちょっとここでお見せするのプロの方々に申し上げます。はい、感謝して。お金もかかりますね。表紙にはですね、こういうものは、もう誰にどういうものでやってもらうかっていう、まずデザイナー選んだからね、最初なんかコンテストやったんですよ。コンテストをしたんですか？デザイン事務所に、こう。ああ、そうですね、コンペを。こういう性格で雑誌作るから、ちょっと出して、デザイン案を出して、創刊を取り付けてくださいそれと合わせてこれお金かかったんですよ。そのデザイナーに本紙デザインも全部任せたんですよ。あ、中のデザイン。そうか。これは、はい、やたらと飾りが多いんですよ。それに、ある意味生き生きしてるというか賑やかというか、はい、知識がないと分からない。普通の素人でできないようなそうかデザインをしてる。表紙デザインやってデザイン事務所が全部締めながらデザインしてなさってたと思います。そうね。僕に出してみるとかね。末竹さん。教育雑誌じゃほとんど見かけない形態でしたね。一般雑誌はやりますけど、ね。学研でもこういう形、これだけのことをかけて作ってたのはもう珍しい。教育雑誌じゃないですね。教育系の雑誌ではないです。で、他にもね、ここにもちょっと紹介しましたけどね。やってたのがね、はい、要するに教育ジャーナルっていう先生に戻った。教育ジャーナルという雑誌があるんですよ。これは校長さん、管理職向けの雑誌なんですよ。はい、それとか、僕あれは文字ばっかりですからね。写真がちょっと入ってる。それと実践実証会で教育だとか、韓国の雑誌、月刊ナーシとかね。そういう専門雑誌、教育専門雑誌もしかね。あと一般のそういう雑誌類は全然お金の書き方が違いますから、ね、テレビ雑誌にこういうものをやろうとしてるとやっぱりこの本の売れだけでねこれペイしないんですよ、うん、なるほど。これ見てくださると分かるんですが、スポンサーが、はい、もう大手のパソコンメーカーで全部富士通でしょ、はい、ミスターローですよね、はい、コストはジャストシステムです。ジャストシステムです、はい、でここは NEC ですね。もう標本が NEC の特別に行って、はい、NEC の人たちと本当に等しくなってね、はい、もう膝詰めで、うん、この雑誌買ってくれって頼んで、あっだって記事が98の記事でしょっていう。あだからずいぶん丸の上か富士通さんからもずいぶん睨まれましたね。それもさ、なんか NEC ばっかり載せるな。はい、ちょっと聞き方ですね。だってそれは市場がそうですから、私はそういうふうに意図的にやってるわけじゃないんで、市場の状況に合わせて私は市場がらしいにやってるんですからって言ってね。だから頑張っていただければ、富士通さんだって行きますしね。当時他の他社ですけど、ソフトバンクは機種別の雑誌を作ってたりとかしてましたけれども、あれもなんか聞くところによると、やっぱりそのメーカーがそれとごそっと買っていただける。特に、普通雑誌の場合には、メーカーの
スポンサー料って葉っぱじゃないですからね、うん、それはもう雑誌にかかる半分くらいお金出してくれるじゃないですか、うん、制作費のそういうところは、そういったあの、まあ、環境というか条件で なんとかこの雑誌をこれだけ経営していくっていうということですよね。そうか、だからさっきもこの前僕でも書いてらっしゃった、はい、別冊で儲けるとかでよく言うでしょ、あ雑誌やって、雑誌の記事をまとめて、本にしたりとか、よくありますね。一般雑誌よくやるんで、そういうのでなかなかね、こういう雑誌とかやったら、ペインしないんですよ、ね。まあ、そもそもあの対象としているのが限定されてお持ちしたけどね。はい、これ、自作なんですけども。こういうのですね、CAI。はい、これ、今まで出したらいいし、これ2冊持ってるとこれ CAI でしょ。はい。あと CMI っていうのがあるんですよ、ね。はい、CMI。2冊でテーマ別にセットで出したんですよ、これ。はい、これは冷静元年、記事を集めたやつですか、それとも。記事を、今までの記事を集めて、部分的に仕立て直しして、発行したやつですね。はい、こういうの、はい。こういうのでね、これはもう一角化ですから、これはあの事例集として、こういう感じで。あっちにカメラで。忘れてほしい。これも今日重いから持ってこなかったですよ。すいません、はい、そういうこともやるし、ね、合わせて先ほどのあれですプログラムがどうとかこうとかって話あったでしょ、はい、あのそあのコードが載ってるってやつですね、でプログラムのねリスト集を出したり、はい、そうですね、リスト集、はい、すっごく集まりましてね、リストプログラムがね、はい、大きい時は年間国名2年間でこんな座布団みたいなね、あっさになりましたっけ、ああ紹介する。そういうソフト紹介するんですが、お作りになったんですか、これ募集してるんですよ、この中にですね。募集するチラシ入れてるんですよ、ソフト。うん、年間の何回か作りますね。シートがついてる感じですかね。そうです。こういう、はい、応募シートみたいな。自作ソフト登録用紙ね、はい、こういう用紙がありましてね。はい、こういう年間のですね。そうか。なるほど。はい。あの、ちゃんとこう。まとめて冊子。はい。これがね、この厚さがね、89年と88年、非常に印象的なんですが、89年の時は、2年間で、はい、2年間でね、おそらくね、600本。うん。先生たちが開発なさったソフトが、編集部に集まってきたんです。こんなになりました、本が。もう1ページずつ紹介するだけでも。紹介するだけ、はい。これはびっくりしましたね。実際それ紹介されたものは入手するのはもうあれですか、個別連絡みたいな。いや、そうですね。それで、これ、載せるでしょ、はい。で、載せてるんですね。これソフト年間ということで、こう、キーを載せて、はい、そういった例がなかったっけ、うん、記事でもそういうあのリストを載せるんですか、まあ、どっかにページを見て、はい、それでもってこれは合わせてね欲しいっていうことに対してそれをコピーしてね販売してたんですよ。それはもしかして学研っていうか学研なら編集部がやってみたいな独自に流通させたんですよ。なるほど、YouTube をやってたんですね。これは開発者には著作権料として印税をお渡ししたんです。あそうか、買う欲しい人は払うし、ね、それで経由して。そうです。そういう分だけ、なんかそういうことでね、それでも随分あれですよ、求めてくださいましたよ。そうそうそう、はい、で、CD ね。CD だな、特に今は昔だから FD ですね、はい、はい、フロッピーですけど、はい、FD でコピーしてそれを渡すということで、そうですね、それをへ雑誌の編集もしながら、そうです、それもまたわーっとくるので、それはもうそういうアルバイトをしてからで、スタッフを来てもらって、うん、大体その全盛期っていうか一番大所帯になった頃ってどれぐらいの人で入って作られてたんですか。随分いたね、こういうものとか追加していろんなものが出してましたね、
10人を超えてた、ね、10人は超えて20人とか30人とかそういう30人はいないから、ね、20人弱常駐じゃない人も、そうそういうことですね。またそういうアルバイトとか、うん、その時々目的に応じて関わってくる。でさらに執筆者の方々とかいろんな方がですね、うん、もうこういう存在しないですからね、はい、うん、と今のマシンちゃんちょっともう今後作れない、あ、今の作れないっていうのは難しいっていう、先生方はもう自作できない自作できない時代でしょ、そうですね、うん、自作そうですね。全然もう止まれませんけどね。ソースで触れるらしいですよ。なんかこういう現場で使うものに、こう生徒で使うものを開発するとか、そういうものはもう、そういう文化はないんじゃないですか。ないでしょう。文化もない。なりました。はい。あえて作ろうと思ったら手段がなかなか難しいかなと。需要もないしな。需要もない。もうすでにある。なんか何かしらもう売られてるとかあるとかっていう感じですか。あのね、コンピューターの位置づけがね、はい、まあ、ちょっとこの辺あの古い世代の言い方なんだけど、はい、私コンピューターが大型が1台しか入らない、まあ、ミニコンレベルが1台しかない時はもう CMI しかしょうなかったんで、はい、あの事業分析とか SP 処理とか、はい、それが教室にまあ、48台入らせたら今度は CI になったんですね、CI、コンピューターで教えるというか、でデータを解析してフィードバックして生徒の学習意欲をやっていくと、でそれが今度インターネットが入ってきて誰でも手近に手のひらでスマホが使えるようになると、今度はまあ、情報リテラシーの問題に移っちゃったんですよ。で一応昔そういうことに関わった身からするとね、あの時代に熱く燃えた CMI っていうのはどういう意味があったんやと、だから CAI でコンピューターで学習効果を上げると言ってたのが、こう我々は一体あの時代何のために一生懸命やったんやと、でその時代時代に評価されたものが新しい環境にきれいさっぱり忘れ去られても帰り見ることもない。 CMI も僕も授業で SP 処理なんかまだやるんですよ。普通の合計点以外で SP 処理で分かるものがあるよっていうのを学生に注意ケースまでは出さないけれども、今 Excel で簡単にソーティングができますから、大学生には演習があるんですけど、ああいう CMI は今どうなんだ、 CAI は今どうなんだ、で逆にこうそれでいいんかというのはどっかで言いたいんだけども、そういう叫びを上げても誰も聞かないんだ多分で今やってるスマホの時代、コンピューターリテラシー、 LINE いじめの問題がって言われてても、これもまたガラリと変わったらね、またきれいさっぱり忘れされるだろうな、同じ運命をたどるかもしれない。で一体こう後ろを振り返った時に、私は一体何をしたんだろうというのね、一抹のこう寂しさみたいな。で今やってることもメーカーの攪拌材料、学校がターゲットにされて通産の方がせっせっせっせとインフラ学校に入れてるんだけども、で現場の先生が相変わらず忙しい、今ある仕事をこう省略スタッフ減らすことなくスタッフがどん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 行っても会議がもう暴殺されてて、そういう状況になっててなんだかなというのね、5番目の歯ぎしりみたいなことをね最近は少し感じます。同感ですね。あ、そうですか先生も何をやっとったんだろうっていうね、そういう感じはしたね。今現在も一体これでいいのかと思いながら今取り組んでいることも取り組んでるので、要するになんかこうやったことに対しての評価が全然されないで、うん、次のステップに行ってるので、うん、技術がどんどん出てきてますし、評価とともにこう減らしていくっていうね作業がいるよね。そうですね。
どん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 積まれていって、先生方も、取り持ちの中を泳いでるような感じだね。そんな感じがしますね。やっぱり現場の先生、これを今やってた、私が出てたところは、やっぱり教材研究っていうとしては、そういう意味では会社がなかったですよね。ええ、ありましたよね。パソコンなしに、とりあえず教材研究っていう。やっぱり、ね、自作される、ここでもちょっと書きましたけど、自作されるということは、やっぱり授業をどういうふうに組み立てようかということをね、考えるから、こうじゃあ、プログラムをこういうふうにしようとか、こういうふうに表現にしようとかってあるじゃないですか。で、まあ、先ほどのシミュレーションの話もそうですけど、はい、この一番このシミュレーションって、やっぱりこう見えるもの、見えないものが見えるようにするとかね、まあ、数学で言えば関数でもグラフをこうやって見て、本当はこうなるんだよって言って、口調でこうやって書いていく先生がいるね、グラフをこの中で。だって見せると数字がポン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 ってシューッと書いてくれるわけですからね。でだからそういう意味では、もう実際にそのグラフはそういうふうに線ってこう全力してみるけども、本当は天皇皇帝、神皇帝なんだということが、もう低学年から分かるわけですよ。だからそういうことがもうコンピューターでできる。でそこの部分をじゃあどこの場面でこの授業の展開の中で見せてやるかと。そういうのは先生苦労なさるわけですよね。そういう視点がもうなくなってきちゃってるんですよ。だから今最近の学校の先生の授業はどういう研究なさって教団に至るのかな。だから今だったらあの教科書の電子化っていうのが流行るでしょ、ええ教科書でそういう形で、まあ、あの教科書をそのまま黒板に写して上に書けますよというそういうあの企業側 の先のなところがずっとあるんだけれども、うん、それでいいのかなというような気がしますね。ああいうの自分分かって作ってこれを採用するという順序が逆だろうと。まあ先生もさっきおっしゃって CMI でやっぱり評価してね、授業を評価して、やっぱりフィードバックする機能をね、日常的に先生が監督されないと、先生してもやっぱり成長できないんじゃないかなって気持ちしますけどね。それは先ほど最初、アナライザーを使ったときに、うん、その結果が自分に返ってくるっていうところが。それすごくいい側面なんですよ。理想なんですよ、一つは。それをやっぱり私もちょっとここにも言ってますけどね、一個人にね任せすぎるんですよ。当時は教師、昔からのもう教師、もう教授作業は個人がある特定の人間にこうやるっていうその思想がずっと今日にあるでしょ、うん、やっぱり最近の世の中を多様化していくというかね、やっぱりチームティーチングですよ。チーム、先生はチーム、もう医者だってね、ここ本当個人ですよ、医者個人。はい、医者は総合病院いつもかかってるか分かる。で、先生たち言うんですよ。いや、こうやって見るけども、我々仲間は全部あなたたちの診断結果を共有してみて、共有して、で、意見を公開して、その結果をあなたに話してんだと、こう言ってくれるわけです。で、そう安心するわけですよね。で、それだけやっぱり医者の先生も、それだけ自分のこう見立てた家庭に対してね、問題があることはこの先生からいろいろサゲッションを入れる、そういうふうな体制になってきてるわけですよ。ドラマでもよくカンファレンスっていうのが、そうですね、描かれますけど、だから今の世の中、コンピューターがあってデータベースできるわけですからね、それをお互いに共有してね、意見をやってね、こうだよって言い合える、そういう環境がね一層できていいはずなんですよね。かつては私も原先生もそうだし、諸先生方は、みんな研究会で、もう夜中ってしてね、そういう持ち寄って、俺はこうだーだってやってらっしゃったから、私よく行きましたから、その研究会を。と、都内でも、ね、いろんなところで、ね、先生方に話を一緒に聞かせてもらってましたから、そういう先生方と、私はこう、ずっと、それを一つの、なりわいにしてきた職業ですね。それ幸せだったと思いました。苦労しましたよ、確かに。体がおかしくなる。うん、私の糖尿病、彼の糖尿病で、ね。盛り物になるほどね、はい、体を酷使しましたけども。でも、
反省するとね、そういう先生たち、情熱の塊ある先生たちと、ずっと長年付き合ってきたっていう意味では、ものすごい幸せだと思います。子供たち、自分の子供たちの先生が、なんでこんなんだろうっていうことを、いくつも思いました。それは、ね、本日ですか、世の中と変わっていくわけですから、先生たちも協力しちゃって、ね、そういう学校経営とかね、そういう新しい視点を作ってもらいたいね。TCP 人で研究会って時々やるんじゃないですか。はい。見学とかね。その先生が今おっしゃってる。その間だけ。ああ、うん。発表会だけ。2年間の研究発表終わったらもう普通の形になってきちゃう。その通り。戻っちゃう。その通り。指定された間だけっていうね。なんか研究のための授業で終わってしまってるっていう、ね。そうですね。子供のために何もなってない。ねえ、なんていうのか、こう、あの、平等な目で、なんかそういう、こういろんな取り組みを見て、こう、紹介して広めるっていう役割にもってましたやんか。それが今なくなってしまっていて、なんか一方向での、なんか実践紹介みたいな、わーってできて消えていくっていうね。なんかそんな感じがするので、やっぱそういう意味では、すごくこういう雑誌の役割って、必要じゃないかなっていう感じでした。とっても大きかったし、今まさにそういうのが必要だっていう、うん。なんかこの10年間ぐらいの間に情報教育がわーっと変わってきてるので、そうですね。特にそう思いますよね。はい、それにもうこの10年のこともまあなんか遠のいちゃってるところもあって振り返らないかもしれないし、うん、なんか公平な目でこういろんなものを評価してはる役割っていうのはね、もしくはそういう公平な目に触れるためにもこういうところに。その一つとどめて記録して見てもらわないといけないという、うん、そういう感じはします、うん、はい、だから伝達手段はね、もう昔に比べてはるかに良くなってるんで、はい、ただなんか今の状態見てるとこう、はい、拡散していく一方という状態ですね、成分化しちゃっててできるはずなんだけども、限りなくこう広がっていって核がなくなっちゃうという、それはもうだお時間があんまりそうだね、はい、最後的になってます、私気がついたことでちょっと、もし言いたい、外に言いたくない部分がありましたら、情報教育のね、はい、歴史研究をまとめてらっしゃるなと感心してるんですが、その中でね、はい、やっぱりもっと、ね、興味を持ってくださるようなテーマの取り上げ方をもっと共通記事を作るといいんじゃないかなと思ったのは、はい、これ質問をくださった24って書いてあるのアドバイスに、はい、リクエストがありますね、ここにちょっと書きましたんですが、はい、やっぱりいろんなそう歴史をこう振り返るときに、はい、こういうことがありました、各、ね、研究者はこういうことをやりました、館長はこういうことをやりましたって、だーっとマシンがどういうふうに変革して改革されましたっていうのも大事なんですけども、やっぱりそこに起こるドラマがあったんですよね、はい、常に変わらなきゃならなくなって、常に圧力もあったし、競争もあったし、反対を乗り越えてやってきたとか、ありますでしょ。はい、歴史というのはそういうふうに積み重なってきてますよね。そういうものをもっとね、掘り下げられないかなと私は思ってるんですよ。なんか私も今この今回いい勉強させてもらったなと思ってね、そういう仕事が俺には残ってたんじゃないかなと思ってたんですよ。本でも書けるんじゃないかな。やっぱりね、歴史小説じゃないけど、NHK の大河ドラマじゃないですけど、歴史をあれで勉強してるんじゃないですか、学校の歴史の勉強とは違って。そのようにね、ここにも例えばそのコンピューター、教育コンピューターが挫折してるんですよ、日本は。そうですね。トロをやってきた、坂本先生の私お会いした時に、あ、はい、坂本先生何回か付き合ったよな、一緒に。はい、あの時も坂本先生が熱くおっしゃってた時があるんですよ。で、結局アメリカに負けちゃった。そうですかね。で、その時に何があったのかっていうこともね、はい、そこをこういろいろ、当時の、はい、体験ともに探ってみるというのもあるし、でパソコンの OS の Windows とね、はい、MS-DOS で Windows が結局この教育パソコンとは関係するんですけど、
全部アメリカの思想に入っちゃったでしょ。世界を席巻してマイクロソフトが何兆円も、オーナーは何兆円の財産を築いちゃってさ、悠々自適しますけど、そういうこともありましたよね。その時何があったのかっていうのは、今ずいぶん残ってるんですよ。今は幻想する人たちが集まっていただければ、そうですね、いろんなノウハウを残せるはずなんですね。はい、で基本ソフトだって、ワープロ一つとってね、イスタロンを、はい、ね、ワードとの戦いってすごかったよね、当初。はい、オアシスもありますね。あ、そうですね。まあ、専用ワープロがあってのまたソフトにというのもありますね。マイクロソフトの戦略ってのは大変なもんだよね。メーカー取り込んじゃうんだよね。はい、そういう話に。これを使わさないとね、もうお宅にはもう Windows 入れさせません。使わせません。そういうようなことをね。あそこメーカーを脅迫されたらね、もう Windows で入れざるを得ないもんね。そしたらワードになるしね、パワーポイントになるし、イスタローは入らないんです。俺はもうイスタローとはね、もう仲良くしましたからね。日の丸はワードですからね。そうですね。はい、日の丸のね、ワープル部署をやってたからね、イスタローは。そうすると、文部省の指定パソコンのソフトでもあるんですよ。あれ見てくださいよ。文部省のいろんな書類を見てください。そうですね。今でも文部省から出るワードソフトは全部イスタローです。そうすると PDF も全部イスタローの PDF を使ってます。そうですね。PDF、まあ、外に出すときは気をつけてらっしゃる感じですけど、中ではまだ脈々使われてます。だからそういうようにね、昔はしょうがないんですよね。責められちゃうから。国を進めている教育のソフトが何よそのソフトを使う、外国のソフトを使うもんって、うちはいいのを使っていいじゃないかっていうふうに怒鳴られちゃうといかんから申し上げました。そんな、そういうふうな側面もあるし、当時そういうのが、はい、やっぱり専用ソフトって、あ、ソフトじゃない、マシンって一時出ましたよね。どうよ、あれどうなったの。どうなったの。消えていったんですよね。消えて、でシェックがね、作ったんですよ。各メーカーに作らせたんですよ。あと最初はトロンをベースに、あ、でもトロンをベースに、トロン OS、トロン OS, OS, OS で、ね、はい、各メーカーが教育パソコンを作ったんですよ。それあの結局広めになって、ぜひあの東原先生関わってた方がいらっしゃって、ぜひそれちゃんとそういう回もあの座談会に作ってみたいと思いますので。そういうねことをやってですね。学校現場の方の話と、はい、この業界のちょっとこれね、あと林さんに差し上げるんですけど、私ね、この雑誌を辞めてから本社に戻れって言われて、学校の本社に戻って、財団の仕事始めるんですよ。で財団で IMES っていう本を立ち上げたんですが、そういう大学の代理が経営コースね。そこのところに最終ページにね、はい、毎号で年に4回しか紹介させて出さないんですけど、はい、そこで起こっている諸問題の編集工程を私ずっと書いてるんです。なるほど。はい、その中で時々記憶としたのにね、こんなのもあったんですよ。これはね、1997年なんですけども、小学校におけるコンピューター利用の低限度が盛んになってきている。日本教育新聞の4月24日の市場討論で論争があったんですね。で、不要の中でお茶の水女子大の藤原雅彦さんって知ってるんですよ。数学の先生、藤原先生。新田次郎の息子です。この方がおっしゃるのは、まず教育のパソコン不要論ですね。パソコンや英語教育が重要だから軽くも言える。という考え方が大きな過ち、数学での必要条件であって十分ではない、週休5日制になって、授業時間数がギリギリになると、今後と算数は日本語の源だ、座学で時代だから読み書きそろばんといった1に国語、2に国語、3しかなくて算数ですね、5に算数というんですね。ですからそれ10以下なんだと、このパソコンは。だからそういうものはちょっとおかしいというふうな言い方をしているんですね。で、もう一つ、はい、この後今日本を持ってこなかったけど、はい、あの
国会議員で、田中なんだ、真紀子さんか。はい、田中真紀子さん。あの人がパソコン不要論という本を出したんですよ。学校にパソコン入れるなっていう本を出してます。当時。お、そうでしたか。はい、探して。何を言いだすの。そんなとんでもないという論を張ってたんですよ。何言ってるの、今この時代になってる、何を言ってるか。叩きすぎてやりたいっていうような気持ち。今いるんですよ。あのだから多分田中真紀子議員はあのデジタル教科書の時にもあの同じような主張を、はい、再現されてましたが、いろいろなね、そういうドラマもお金がかかるね、確かにそうなんですよね。もう今の文科省ですよ、大変なもんですよ、この分野で。そう、ついね、参りました、どんどん増えて。でも、まあ、それだけ大変だっていうことなんですけども、そういうのが人材を育ててるんですよね、人を育ててる。そういうことからやっぱり日本はこういう記載する力がない反コンピューター派がね収まったせいもあってね、はい、足を引っ張るせいもあるんでしょうね。ちょっとその当時のいろんなドラマを本当に掘り起こしていく必要があるっていうご指摘、ありがとうございます。ました、ね、はい、あの今日ではもう全然収まりきりませんのでもうできるだけ連続していろんなテーマもあの取り組んでみたいと思います。ありがとうございます。じゃあもうあのそろそろ配信は切らないといけないので、はい、あと残り清水さんのちょっと何か言い残しや あるいはこれからの、まあ、もちろん今後もあのぜひあのご協力いただきたいと思ってますが、いや今はちょっとないです、ね、あそうですか。今日の感想とかはありますか。いや、はい、あんまり思い出せないなと思ったけど、佐藤さんがだいぶもう思い出させてくれましてね、まあこんなこともあったなというのを懐かしく思い出しました。またいろいろなんか気がつかれましたら教えていただければと思います。はい、どうも今日はありがとうございます。原先生、あ、はい、今日は大変面白かったです。はい、もっといろいろ話していただくべきだと思います。そうですね、なんか当時いろいろ書いたようなことを、はい、あ、そうですね、今はどう生かされてるのかなとかね、今どうなってるのかなっていうことを、まあ、あの個人的にもうちょっと掘り下げてみようかなぜひ思います。いろいろ教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後岡田先生、やはりあのニューの果たした役割というか、はい、このメンバーだけではなくてその時代時代にどういう出会いをしてどうやったとかね、はい、そういうあのまだまだいろんな物語があると思うので、はい、それを紡ぎ出す作業がぜひ必要かなと。で、あのリンさんがこれからやることをぜひあの佐藤さんも清水さんも応援をしてあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。岡田さん、はい、つながることが大事ですから、はい、どうなるのかなと私離れてみてね、10年離れてみて、それから会社を辞めましてね、それからデジタル、三村のデジタル教科書を開発したんです。三村に行かれたんですね。はい、おい、それで、いろいろ役目が終わったなと。あ、はい、ということで、はい、やめて、はい、それから10年経ちましたから、もう、そういった意味では、まあ、一応やったなと思ってね、でも、なんとなくね、さっきぐらいの先生の話して、やってはもう上がるんだけども、また一からっていうふうにね、はい、まあ、そういう歴史はそういうふうに繰り返すのかなと思いながら、はい、とはいえ、ぜひあのそういったものを残していきたいし、はい、振り返っていきたいというふうに思って、今後ともどうぞよろしくお願いします。あの本日は本当お忙しい中、またこういう企画に本当にご参加いただきありがとうございます。勉強させてもらいました。とんでもありません。これからまたいろいろ、目が覚めましたよ。もうすっかり30年前の話してますよ。でもあのとても有意義な時間だと思うし、また今後政治家だったらもう今日のことだってまだ全然通じないです、ね、政治家まで本当にあのありがとうございます。じゃ あの配信はまずこれにて終わりにしたいと思いますね。ありがとうございました。じゃあ皆さん失礼します。ご視聴ありがとうございます。ちょっと言いますね、4時ですから、まあ、そう、いいじゃないですか。